最後の男の勝負をしたいと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いをいたします。おはようございます。気をつけてよ。権力闘争の場ですから、政治は。やはり権力場についてのは権力場です。ですから相当鍛えられてますから、不屈の精神なんです。何があっても負けません。平和条約を結んで北方領土問題を解決して、世界一のエネルギー大国ロシアと世界一の応用技術の日本が組めば、私は世界の安定経済に大きな資するものがあると思っております。鈴木代表がずっとこの北海道には必要だと思っておりますので、私たちもずっと鈴木代表の背中を見て走っていきたいなと思います。人生100年時代です。50、60、あなたで小僧です。70、80、働き盛りです。90になってお迎え来たら100まで生きると追い返す、これで生きていこうではありませんか。